はい、どうもゆうです。今回はですね、シャドウつけてのルーベンディアスを紹介していきたいと思います。ルーベンディアスなんですけど、まあこれ噂のパックから出ました。プロモノ2000と1000のパックからですね、まあ出まして、まあこの能力になっているという感じになります。ペースが加速98のスプリント99で、ドリブルが86ですけど、まあ、リアクションが99のレース差99、ショートパス、ロングパスも99、まあ、視野が69しかないですね。で守備の部分は、カンストのフィジカル98の積極性99、スタミナは90となってます。で、守備の部分は全部持ってて、まあ、予測も指導持ってるし、エアリアルもあるということで、あと的確も持ってますね。やっぱりあの TOTY の時も強かったですけど、まあそれの完全上位互換かなと思います。まあボールの取り感もいいですし、インターセプトもちゃんとしてくれるんで、まあ、そこの部分でも良さがあるかなと思うんですけど、今のところですね、アップグレードする前に関しては僕はサリバーの方が、正直使用感はいいかなと思います。やっぱり現環境予測プランの強さがですね、結構偉大かなっていうのもあって、やっぱそういう面で言っても、強いんですけど、まあルーベン・ディアスもめちゃくちゃ強いです。普通におすすめ選手になるかなと思います。まあ100万クラスで、しかもポルトガルなんで、まあサリは同様にですね、アップグレも期待できますし、まあもうこれどこをアップグレするのって感じなんですけど、まあ、ペースは上がるかそれぐらいになるかなと思うんで、まあ、ほぼほぼね完走してるんで、スタミナも上がっていけば、まあ、本当に多分フルで持つような感じにもなる可能性もあるので、まあ、期待ができる選手かなと思います。まあドリブル値をね、ある程度ペース上がってしまえば、もうエンジンとかっていうのも一つありかなと思ってるんで、まあそこも期待しつつですね、まあ本当に強い選手になるんで、ぜひ買ってみてはどうかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録高評価、以上になります。すいません、この後試合動画載せてるんで、よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。あのサリバーの動画も出してるんで、よければ見ていただけたらと思います。まあでもキーパーはね、正直好みも出るから、僕は君が許されるならアリソン使いたい人ですね。君が無理だったら今はチェフ使ってるって感じですね。チェフが一時なんかね、使用感めっちゃ悪くなったなと思ったけど、まただいぶ良くなってた感じするから、まあチェフでも全然不満ないかな。まあずっとチェフ使ってた人なんで、自分もそれ外れんねや、マジで。ナイス。いやマジで、でも守備の仕方によるよな、どのプレスタがいいとかも含めても。まあまあそれは固有的な部分じゃない、まあ入れるんじゃない、さすがに。それは今作ノイヤー出てないもんね。よかった、ノイヤーとかやったら明らかに前にポジション取ってますもんね。ああ、なんか出た。さっきもやったけど、マジで今ストレーフやってれば点取れる感あるからな。ストレーフで結構簡単に抜ける。まあ、クルトワも来てないしね、それで言ったら野心も来てないしね、あちゃんと正ゴールキーパーとしては来てない正しいポジとしては一回も来てないですから、別ポジでしか来てない。まあ怪我してましたからね、クルトワに関しては。
今回で毎回出てるんでしたっけ、冬越さんって。惜しい。今回発売か。やっぱそうっすよね。消えてますね。9時で、一応なんかカウントダウン9時になっとったみたい。朝も配信してたんですけど、もっと早い時間に配信しとったんやけど、その時からなんか9時って言ってたから、なんか決してそのまま復活させると思ったら、ほんまに消えたみたいですね。まあでも1000パックでも出てる人いたから、まあ、1000パックも結構美味しいっちゃ美味しいけどな、あれ。ナイスゴー。ねえ、あのパックは確かに熱いね。慌てて上後飯作りに行ったもんな。でも初めどのパックか全然わからなくて。やっぱり同時に来たんすか。一回で全部来たってこと。早くないっすか、一日明けじゃなくて。なんか不具合だったら明日かもしれないですね。不具合でほんまに消したいんやったら。いつもだったら1日明けとかで復活させないですか、なんか最近。4000と5000がそんな感じだったよね、S の時は。同時でめっちゃいい引きしてるやん。ああ、ブルーザーナイス。2000?1000? てか、ブルーザーで言ったら、ブルーザーで言ったら普通に強いな。まあ、あのパックがすごいって思うようにも見えるけど、ちょっとルベンですげえかなとは思う。さすがに。さすがにちょっと出すぎじゃないと。さすがに出すぎちゃうかな。めっちゃ出てるやん、TKさん。やばない、それ、引き。だから普通のパックとしてもめちゃくちゃ優秀やとは思いますよ。めちゃくちゃ優秀やとは思う。1000いくな多分これって言ってたら次で負けんだろうなって言ってたら次で負けるんよ。ルベンやれるね。ブルーザーをもっと使えばいいんか。さっきの後半のやつはめちゃくちゃ良かったな。せんでしなくていい。したけど、あかんかった。むずいね。これでも1点取られたら怖いよな。いや、このポンっていう、これは全然やってなかったと思うんやけどな。徹底してこれやもんな。マジで？危な。こうなった時の高さや。やられた。あ、マジで1000ので出た。ナイス。そうそう、1000もなんか出るんよね。やばいな、この流れやばいな。追いつかれる。わ、やばない。
ブルーザハーランド押し倒したで。ハーランド押し倒したけど、やっと決めた。やれる。おお、すごい。あのハーランド飛ん、ハーランド飛んでいった今。エスバペは使うでしょう。エスバペとフリットは買う予定やけどね。あとはファンダイクとかが、まあ、多分レート制限ないやろうから。ハーランド飛んでいったのは結構感動やな。ああ微妙なんや。サリバもいいっす。はい、サリバも、はい、サリバはルーベンになったんで、センバが急に強くなった。いやマジで欲しい。いや今のペースで落ちていってくれたらいいんやけどな。今日も700台入ったからな。フリットも600切りそうやし、マジでこのまま落ちてください。あの赤金はマジで今週も引けなかったからね。まあその代わりこのスミスがすごい使用感いいけど、さすがに大会で使わないのけど。だいぶ安定した。ほんとまあ、あとアラウホハバーツがやっぱ結構好きやな。サイバーこの2人でやってる時が一番安定してる気がする。ああもったいな。ふん、これ好きやな。まあ最後まで多分これやな。一個も競り負けてないんやけど。あれほんまに強い。選手ロックでやった時だけちゃう。すごい今のとかでもやってるから、多分わざとやってるよな。練習か、練習で選手ロック兼ねてやってる気がする。選手ロックの操作練習な気がするね。あ、ミスった。ナイスゴー。思いっきり夏メグ失敗したわ。今蹴ってくるよね。おいし、ナイスキーパー。ルーベンは当てたんすか。あ、やばい。上手い人のコーナーキックマジで分かんない止め方。さっきファー行かれてるしな、これ。あ、行かれた。ああもったいね。いやいいねいいね。ちょっと微妙かなと思ったけどやれるわ普通。操作感慣れてきたらだいぶいい。どうしようかな。赤はダメだって赤出しすぎやろ。赤はあかんって、ほんまに赤はダメだって。いや全然このクロスの方に対応できたんやったらいいや。オフあったかな。
ないか。ないね。あ、うな。ナイスゴール。競り勝ってるもんな、普通に。選手ロックされても競り勝ってるもんな。GG。 いいです。今ですね、一応転売情報として、まあ、Discord の方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、Discord の招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかもその辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっと サーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあ、だから転売情報だけ欲しいって方はこっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。